どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、本日はですね、ちょっと面白い動画のシェアをさせていただきたいと思います。ガズレレ YouTube、 普段ね毎日アップロードしてるガズレレ YouTube のレッスン動画内でいつも告知させていただいてるんですけど、ガズレレ大学、このガズレレ大学でどんなことやってんのかな、もうちょっと興味あるけどあまりにわかんないじゃんという、そんな方多いんじゃないかなと思って、今回はですね、今年の2月にやった、ガズレレ大学のオンライン講義をですね、もうそのままドーンと大公開して、どんなことやってるか、まあちょっと見てください。今回のその時のテーマはですね、これです。カッティング。カッティング、皆さんこれ大変でしょ。カッティング最初の一歩というテーマなんですけど、でもそのね、このガズレレ大学の講義って毎週2回やってんですよ。毎週2回、土日のうちの昼間のどっちかと平日の水曜日のだいたい夜9時からってことなんですけど、45分間いろんなテーマが毎回違います。で、皆さんが興味あることを掘り下げたり、課題曲があったりとかして、今課題曲は今3曲ぐらいありますね。課題曲、歌うたいのバラッドと、イージューライダーと、あと聖子ちゃんのチェリーブラッサムという曲をテーマにして、その深掘りして、ここのパートのところこんな練習するよとか深く掘り下げたり、まあその都度本当リアルタイムの生配信でやってるんで、かなりねこれ上達します。何が一番上達したって、私が上達してます。このガズクラブを始めてからですね、ガズさんもすごくいろんなもののレベルがすごく上達しちゃってですね、まあ嬉しい限りなんですけど、まあ私も上達できるし、皆さんもいろんなこう知識とかこう技術がつくというね、このガズレレ大学の魔法の講義、魔法って何でも魔法になっちゃうんですけど、毎週2回開催しておるんでね、ぜひ興味ある方、毎月590円の YouTube のメンバーシッププログラムでやっておりますんで、その辺のことちょっとここにリンク貼っておきましょう。ガズレレ大学の詳細ね、ここね YouTube をで、パソコンとかタブレットで見てる方はここら辺にねメンバーになるっていうボタンがあると思うんですけど、そこへ入っていくとメンバーになりますんでね。その今日、今年の2021年2月13日にやったカッティング最初の一歩、主にそれがテーマになって、まあ、他にもいろいろやってますけど、ライブ配信の録画をこれからシェアしますので、ガズレレ大学待ってますよ。4月だから新入学してみるのいかがですか。キャンパスライブ一緒に歩んでいきましょう。それでは、ライブ配信動画の方どうぞ。こんにちは。こんにちは。いやー、どうもどうもこんにちは。お願いします。今日はだから2月13日、はい、ガズレレ大学の講義、始まります。よろしくお願いします。はい、大学入学できました。あ、ってことは初めてかな、清水さん、新しい人ですね。あ、よろしくお願いします。そうだ、今の清水さんみたいに今日初めての参加ですよという方、ガズレレ大学入ったばっかりですという方、ちょっとこのチャットにコメントいただけると、うん、嬉しいでございます。はい、今日は関東地方は天気がね、天気すごいいいけど、ね、みんなの大阪も天気って感じ。あ、大阪も天気良かった。うん、あ、大阪城公園で練習してんだって。すごいな。なるほど、なるほど。あ、大丈夫かな。初めての方もし、いらっしゃったら、一応さっと説明したいなと思うんですけど、チャットの方に書いていただければと思いますが、いかがでしょうかね。それを待つ間にね、もうたった今まで、編集ギリギリだった。今日はね、カントリーロードの、2021年版改訂版なんですけども、カントリーロードね、もう相当改訂版上げてるんで、うん、超改訂版ってことにしてますけどね、アイランドビートでやりましたよ。カントリーロード、この道、感じで、かっこいいバージョンはコード進行もだいぶ変わってますから、今回、初めて。だから、ちょっと皆さん、いつものカントリーロードと違う感じになると思うんで、今日ちょっと、これ、ガズレレ大学の講義が終わったら、ぜひ、カントリーロードの新しいアップロード、ちょっとガズレレ YouTube の方で確認して、見てください。あ、今日群馬もあったかいって、愛知もあったかい、新潟も天気。うん、沖縄23度だって。あ、じゃあ、今日日本中いい天気だな、ね、やったねー。外に行きたいのも山々ですけど、うん、まあまあまあ、ちょっと今日はね、ガズレレ大学講義、やっていきましょう。でね、初めての方、今日ね、さっきね、いらしたんで、一応さーっと確認しとくと、このガズレレ大学のこの生中継は、一応ね、リズム練習が基本になってるんですけど、いろんなコードの難しい押さえ方とかたまにね、こうやっていくんですけど、テーマを設けて毎回やっていますと。で、メトロノームをよく使うんですよね。これはね、いつも言ってるんですけど、メトロノームに合わせるのが目標じゃなくて、リズムに乗っかっていく感覚、リズムと一体になってる感覚をこう、養うために、まあ、やるということになってるんですけど、
今もね、もうちょっと5分ぐらいちょっと練習しようかな。これ皆さんはね、これメトロノーム買わなくてもですね、スマホのね、あ、スマホどっか置いてきちゃった。スマホのアプリの中で、ただのね、メトロノーム、無料でね、使えるメトロノームっていう、いや、アプリが、たっぷりありますんで。うん、あと、それとガズレシピの中でもね、アプリの中に、ガズレシピのアプリの中にも、メトロノーム機能がついてるんで、うん、ちょっとね、やってみるといいと思います。このメトロノームはどこのですか？これはコルグですよ。これはね、めちゃくちゃいいやつ。おしゃれでしょ？これ限定のウッドモデルで、これで高いのよ。ね。高いけど迷うんだけど、まあほら、みんなの音がね、スマホのアプリだと、うん、ここのみんなに、一緒にやるときに、音がちっちゃいといけないので、これすごい音が大きいんで、うん、これを買ったんですけどね、多分これ5000円ぐらいしたんじゃないかな。そうです。これで今合わせるんですけど。まあまあこれかっこいいからね、インテリアにもいいと思うんだけど、置いとくだけでもね、置いとくで、うちもね、インテリアに置いてるんですよ。コルグのね、KDM の3って書いてあります。これ見える？うん、KDM の3って書いてあるね。これ本当は白と黒なんですよ。うん、だけどこれ限定でこのウッドモデルがあるってことでね、かっこいいですね。はい、じゃあちょっとさ、いろんなリズムで練習していきましょう。で、ここにはね、いろんなレベルの人がいるんですけど、一応ね、最近ではね、8ビートはぐらいは弾けてる人の方がきっと楽しめると思うんですけど、まあまあちょっと練習してください。もし4つ弾きしか弾けないという方は、ガズレレ YouTube に初心者レッスン動画どんどん見てもらって、8ビートぐらいはすぐできると思うんですね。なんで、ちょっとやってみてもらいたいんですけど、はい。あ、ちなみにこれね、音もいっぱい、音色もいっぱい選べるの。ちょっと変えてみようか。ほら。うん、ほら、いっぱいあんのよ。ほら。あと、この、それとかね、あ、これはね、サウンドって感じでしょ？これはね、A の音なんですよ。ああ、なるほどね。自信あるっていいね。この音、一弦の音。こういうチェックもできます。これね、440Hz といって楽器の基本に一応なってる音で、昔、ダイヤルの電話あったでしょ？あれダイヤ取ると、ダイヤル取って耳にやるとプーって言ったでしょ？うん、あれが A の音で 440Hz。なんで昔僕楽器をやってる人は、チューナーがない時は電話機を取って、本当に？そうだよ、A の音なんで。それいい、よもやま話ですね。なんでこういうのチェック機能もついてた。はい、これタイマーとかもついてるみたいですね。じゃあちょっと、今日は普通のリズムでやってみよう。この間はね、半分にしたんですけどね。うん、ワン、ツー、スリー、フォー。ここに乗っけていろんなリズム。まあ今日皆さんのここで、息を合わせるということで一緒にやってみようと思うんですけど、ね、毎回言ってるんですけど、今このか、聞こえるでしょ？体を揺すってこれについていってほしいんですけど、この音が出てるちょっと後に弾く感じがいいです。ちょっと大げさにやるんで、なんとなく聞いててね。てっ、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 てっていう風にリズムを取った方がかっこいいです。後ろに後ろに、ためてためてという感じですね。じゃあ、あ、そうだ、ちょっとさっきの話に戻ると、今日は、このガズレレ大学の中にいろんなね、レベルの方がいると思うんで、これからいろんなリズムでここに合わせて弾いていって、コードもどんどん変えていこうと思うんですけど、もし自分に難しいなというリズムが出てきたら、自分ができるリズムでいいんで、4つ弾きでも8ビートでも、アルペジオでも、そのリズムでキープしてやってもらって、とにかく、いろんなリズムが弾けた弾けないっていうのは、とりあえず一回置いといて、リズムとこう一体感、持つ。そしてもう瞑想状態に入っていくというかですね、ゾーンに入りますから、ゾーンにしばらくやってると。そんなのを体験していけたらなと思います。それじゃあやっていきましょう。ちょっと俺たちの手が、あ、ちょっとごめんね。カメラがブラブラして申し訳ない。おっしゃ。じゃあこれでいきましょう。今ね、テンポは90ですよ、90。それじゃあ C を押さえて、まずは普通の8ビートからやってみましょう。はい、いきます。1。よく聞いてくださいね。2。1、2、C からどうぞ。ゆったりね。F いきます。ゆったり落ち着いて C に戻る。ごめんなさい、遅くなった。C に戻る。喋ってるとね。次は G7。次は C に戻ります。次はアルペジオで F。早くなんないように。C。気持ちいいよね、乗れると。D7。G7、ごめんなさい。次はガズペジオで C。
A7。ガズペジオ結構難しいよ。タイミング合わせて。D マイナー。G7。次、E マイナー7。E7。A マイナー。F。そしたら、8ビートのチャで C に戻りましょう。せーの。A7。F。ゆったりね。F マイナー。次は C です。G7。次は G シャープ星。A シャープ星。A、C です、C。ゆったりね。G シャープ星。A シャープ星。C に戻る。じゃあ、ここで、あのイントロやってみようか。あ、これ早くて無理だね。ごめんごめん。C、C。今思わず早かった。じゃあ次はね、疾走ビートで F 行きましょう。ここからは、ワン、ツー、スリー、フォー。G7。体を動かしてよ。Em7。気持ちよく乗ってください。Am。C7。F。F マイナー。C いきます。G7。次はルンルンビート跳ねますよ。C です。ごめんなさい。これはシャッフルです。と、ダンと、トスと、ダスと、F いきます。次 G7。 次はね、ルンルンビートで8ビートいきますよ。せーの。ルンダートンダンドンダートツッダン、跳ねた8ビート、ダートスッジャンドンダート、 F いきます。はい。 G7 Em7A マイナードンダート F ドンダートダートドンダート C。 次はね、アイランドビート行こうか。せーの、3、はい。あ、違うね。ドンドンいいんだよね。ドンドンドンダート、あれなんだっけ、アイランドビート、ダートダート、そうさ、間違う。せーの、3、はい。ドンドンどう、遅いんだね、これ。いいね。F。いや、これ、船。なんかこう、ボートを漕ぐみたいな。C。G7。C。速くなっちゃうね。8ビートで C 行きましょう。F。G7。次はじゃあ16ビート C です。3、はい。体揺すってよ。ゆったり。F。C。次は16ビートのチャでいきましょう。G7。C。
次はね、アルペジオで F。C。G7。C。はい、ここで終わろう。せーの、じゃがじゃん。いや、アイランドビートやっぱ早くなっちゃうね。アイランドビートでこうガラッとノリを変える。ただでさえあのシャッフルだからね。跳ねたリズムとあのベタな4つのリズムっていうのは混在すると難しいんで。うん、まあまあまあ、こういうことで洗ってこう気づくっていうかですね。はい。やってました。僕もださからさ、次のコードを言ったりさ、次何しようかなってちょっと考えるときにリズムが乱れるんだよね。これも修行のうちでございます。はい。いやー、そうなんだよね。これだからリズムって本当深くって、で、だから何回も言うようだけど、これに合わせられたから偉いっていうんじゃないからね。いつも言うように曲の演奏の中でサビに向かって曲が進行していくときに、だん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 テンポが速くなっていっちゃうっていうのもかっこいい表現の一つだと思うんで、何が何でも合わせるっていうことではないです。これに乗って、あ、今一体になってるなっていうか、そういうのを、まあまあ気持ちよく味わうということと、あと普段自分がどれだけ曲の中でね、リズムがこう、速くなっているとか、うんうん、よくあるんですよ。うん、例えば、A メロはアルペジオで、B メロが8ビートで、サビで16ビートみたいな時になった時に、やっぱ、同じこのリズムのね、輪っかの中でぐるぐるしたいんだけど、弾き方変わってテンポが変わっちゃうとね、なんか、やっぱりね、気持ちよさがちょっと半減かなってこと、うん、そういうことを、こう、なんていうかな、モリッとこうや、まあ、ひとまとめにしたいということになってますね。うん、はい。楽しいのです。あ、画像の、うん、あ、いいですね。女子大生だって。そう、昨日、あ、じゃあ、木曜日ね、一応、歌うたいのバラッとこの、ここ映んないんだよ。これをちょっとやってみようということで、今回ね、もうちょっと練習してもらおうと思って、ちょっと練習しといて、一応、ガズさんのデモ演奏をやってみよう。どのくらいでやろうかな、テンポ。決めとこう、テンポね。80ぐらいかな。このくらいでいこうかな。ちょっとじゃあ、ガズさんのデモ演奏ね。はい。あ、これガズペジオで、せーの。伸ばす。歌うことは難しいことじゃない、ここただ声に身を任せ、頭の中を空っぽにするだけ。こんな感じなんですけど、これコードもね、なかなかこれ、難しい。ちょっと今テンポ早かったかもね。今の80だったから75とか、うん、70とか75ぐらいでもいいかもしれないけど、今の思い出したわ。これ、テンポね、ストレッチした方がかっこいいの。ストレッチっていうのはちょっと聞いてて。あー、歌うことは、難しいことじゃない。ただ、声に身を任せ、頭の中を楽にするだけ。目を閉じれば、胸の中に打つ。こういう時は勢いよく言っといて、ちょっと落ち着いて。懐かしい思い出や、あなたとの毎日。本当のという感じで、こう、ぬーっとこう遅くなったりするのもかっこいいんだけど、まあ、ひとまず練習するときは、テンポね、75ぐらいがいいと思うね。今のちょっと80だったら忙しいかなって感じ。70から75ぐらいでちょっと皆さん練習しといてください。で、ちょっとね、これ、だから、来週とかにちょっともうちょい深めて、いこうかなと思うんで、今日はね、テーマ決まってます。カッティングに挑戦でございます。カッティング。皆さん、カッティングできる？まずね、ちょっとこれができるか聞きたい。ちょっとビートってください。C 押さえて。これ、カッティングのガズの解説で一番最初にやるってことになってるやつなんですけど、ちょっとできる？ C で。どんなんでもいいの？だ、かっか。
あ、できるね、できるね。はい。これがまずちょっとできるかなということをちょっと聞きたいんですよね。ちょっとチャットに書いて。だ、か、か、か。できます。これですね。丸は引くです。かはカッティングです。それよりカッティングのことがなんじゃらほいっていうことがね、わかんない方はね、ちょっと見てて。C を今押さえてるでしょ？引いて引きますよね。そして、このまんま左手をどこでもいいです。触ってください。弦に。そうすると、カチャッと音、押しちゃダメだよ。押すと、音出ちゃうから、触れるんですよ。もっとね、なんかわかりやすいのはね、なんか例えば、こう、ちょっとでもこの洋服がこう乗っかってるだけでも、ほら、見て。そういうイメージ。こういうふうに、袖がちょっと引っかかるだけでこうやって、これをミュートって言うんですよね。これをできるね。できる。これは、まず、これが基本なんですよ。これができる。これが面白いわけ。だからもう、本当に触るだけよ。どこでもいいの。はい。どこでもいい。C を押さえて、で、じゃあ今のやつをゆっくり分析すると、ね。C、カッカッカ、C、カッカッカでしょ。丸は引くわけだからな。じゃあね、次。F でできる？どうでしょうか？はいはいはい、はい。できてますね。はい。A と F と C はできますってことな。C を押さえた手を離して止める。そういうことです。C を押さえてる手を、ま、大げさにやると、ちょっとごめんね。もうどこでもいいんですよ、場所は。はい。はい。で、慣れてくると、いずれ目指したいのは、これを、こう、もうほとんど何もしてないように見せる。これ、あんまりこうバタバタするとさ、忙しいでしょ。で、これをちょっとね、まあじゃあ、カッティングってどんなもんかっていうのを、完成形をやると。こんなことをいずれやっていきたいんだけど、今のは16ビートだから難しいけど、原理は、カッカッカッカなんですよ。今の、この丸とバツを組み合わせただけなんですよね。で、これはさすがに今みたいなのは皆さんちょっと難しいと思うんで、でも、いずれこれもね、できるんですよ。で、まずはこれ、これです。ちょっとゆっくりやってみようか。皆さん C を押さえて、C カッカッカ、C カッカッカ、C カッカ。どこでもいいんですよ、左手は。場所はどこでもいい。D カッカッカ、C 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 カッカッカ。はい。ちょっとこれもやろうかな。今75なんでちょうど。これでやってみよう。2、3、4。C カッカッカ、C カッカッカ、C カッカッカ。次、F で。F カッカッカ、F カッカッカ、C、あ、ごめんなさい、C に戻ろう。C カッカッカ、C 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 カッカ、F、F カッカッカ、F カッカッカ、C カッカッカ、あ、ごめんなさい。こんな感じ、今これ自分の気分で変えちゃった、ごめんね。今みたいな感じ、これがね、まず基本練習ね。で、できるようになってきた。いいですね。あ、僕の、これ案外見落としがちなのは、右手なんですよね。左手にみんな注目しちゃうかもしれないけど、ちょっと僕の右手を見ててもらうと、何にもしてない。茶も何にもないわけ。もう本当にアップダウンをただただ繰り返すだけですよ。せーの。ちょっと倍でやってみますよ。はい。今倍でやったのは、要はつまり16ビートってことになると思うんだよね。はい。で、今のこの、ダーカッカッカ、ダーカッカッカ。これが、まずファーストステップ。はい。で、これはね、おさらいになりますけど、ガズレレの、リズムレッスンのページがあって、その中でカッティングのね、奏法を紹介しているところでこれやってるんだけど、これが面白いんですよ、皆さん。俺これ大好き。すごいこれ脳トレなんですよ。じゃが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 じゃーん、これ。これは、見て、ダーカッカ。ダーカッカカでしょ？はい。で、二段目見て。
カッダーカッカ、カダーカッカですよ。次、3番目見て。カッカッダーカ、カッカッダーカ。4番目は、カッカッカダー、カッカッカダー。これだよ、これ。これ。これを変えていきたいです。そして皆さん、これね、驚いちゃいけないよ。いいですか？すごい大発見があったんですよ。いきますよ。はい！これやっても同じだから。ほらね。カーカッカッ。いや、これなんでかっていうと、対面でレッスンしてるときに、こうやって僕が書いて、こういうふうにやるんだよってやったら同じだったんだよ。だからこれは、こうやって対面でやるとき便利だなということで、ね、ただしこれ映すときは反対になってんじゃない？そんなことないか。どう大丈夫かな？ガーカッカッカッ。これ、言ってることわかる？わかる？これ。まずこれ、口で言ってみて。ここ行きますよ。せーの、さん、はい。だーかっかっか、だーかっかっか、だーかっかっか、だ、あ、二段目、はい。かだかっか、かだかっか、かだかっかっか。はい、三番目。かっか、だーかっかっか、だーかっかっか、だーかっかっか、だーか。はい、一番下は、せーの。かっかっか、だーかっかっか、だーかっか。カッカーだ、カッカッカーだ。これで、まず脳トレしてくださいっていうのが僕のね、やりたいこと。ちょっとこれ、ハニーさん持ってて。あれは？あ、これ使うか。イーゼル。あ、そっか、でも、うん。2段目難しい？ちょっと見てて。これね、ガズさん、ゆっくりやりますよ。まずじゃあ1段目ね。1段目。でね、あとね、案外 C でやると難しいんですよ。どうだろうね。これね、後でも解説するけど、コードを押さえるところに止めるのが簡単難しいってのが出てくるんですけど、まあいいや、ひとまず C でやろう。まずじゃあ1段目からいきます。ほい。このカッカの音もね、小気味いい方がいいからね。じゃあ次2段目いきますよ。うん、はい、ここ。アップになるわけ。ツッカーと、ツッカーと、次3段目。ツッカーと、ツッカーと、これきっと簡単。裏だから。スタートとルンルンビートみたいな感じで、次は一番下のやつね。せーの、クッククックアップ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 。これをね、まずこれ、まずね、これをねやりましょう。はい、これはですね、2段目が難しいね。これこの2段目と4段目はアップの時に弾くんだよ。これが分かると分かりやすいでしょ。この1段目と3段目はダウンの時に弾く。二段目と四段目はアップのところで弾くということですね。はい。で、これはね、もちろん、今すぐにはなかなかできないから。まずこれで、だから練習してもらう。今日はテーマを皆さんに与えております。テーマを与えてる。これこそね、夢中になってもう家でやるしかないんですよ。脳みそを一回こう、なんていうか、溶かして、また作っていくということでございます。こういうことやってるからね、ボケないですよ、本当に。こういうことやってると。ちなみにですね、ガズさんの凄まじいこのテクニックを見ていただきましょう。ワン、ワン、ツー、はい、1段目。また上。はい、今の分かった？今2回ずつ繰り返したんですよ。今のはね、1回ずつやったの。だ、ここ、ここ、だ、と、と、ここ、だ、と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 、だ。こんな風に、これの要はバリエーションなんですよ、つまりは。なんか、難しいよ。これは難しいですよ。難しいから、まず一個ずつ、まずこれができないともう話にならない。一番上のやつが。そうやって、だんだん、ステップを登っていってください。まずさ、これまず、皆さん、紙に書いてこれ。紙に書いてください。そして、いつもこれ見て、だーかっかっか、だーかっかっか。これなんですよ。だから今日は、レッスン動画っていうよりは、まあ宿題っていうか皆さんにこう毎日やるね、テーゼをちょっと今日は紹介するというイメージね。なんでちょっとこれをね、まず今日はこれをちょっと面白くやっていこうということでございます。すごいでしょ？そして、じゃあちょっとこれをこのままにしておいて、あ、赤ペンでじゃあ書いておこうとね。まだこれ書いてない人いるかもしれないからね。これね。この赤いの見てください。この赤いの。はい。これ。だーか、だーだーか、だーだーか。これね、なんだかわかるかな、みんな。8ビートなんですよ、これ。8ビート。8ビートをカッティングで表現してます。はい。ちょっとこれも、ちょっと映しといて。この赤いとこ行きますよ。だーか、だーだーか、だーだーか。行きます。C で。
せーの。なんでもかん、なんでもかんでもみんな、お鍋を踊って、お鍋踊って、間違えちゃった。踊りを踊っているよ。だつたたつたた。はい。これも、カッティングのところで紹介してるけど、8ビートのリズムを弾くとこうなるんだけど、これちょっと難しいから、もっといいのがあります。そのカッティング、もうさ、カッティングのガズレレ YouTube のあの、おさらいばっかになっちゃって申し訳ないんですけど、これがね、やっぱ効果的。すごく簡単で、かっこいいリズムを味わえるカッティングのフレーズも代表。だっと、だっと、これがいいんですよ。はい、どうぞ。あれか。ダットット、ダットットット、ダットット、ダットット。これはね、あの有名な、スタンドバイミーですよ、これ。これをね、だから結局この組み合わせなんですよね。丸と×の組み合わせでリズムを生むというのが、このカッティングの面白いところで、これもタッ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 タでしょ。タッタッタッ、トゥッタッタッ、トゥッタッタ。これが、今セットでやったんですけど、こういう風にパターンになっちゃうと、これいきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。次、Aマイナー。こんな感じだね。はい。いや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 、できるかな。これやってみようか。ちょっと、これこう。こうする。あ、下に書いちゃうと映んねえのか。これ、そう、下がりたくない。ダメだよね、これね。これね。じゃあ、書き直せばいい、うん。ちょっとこれでやってみよう。こっちの方がもしかして、リズムに乗ってるから面白いかもしれない。そうだね、最初ね。うん、最初。とっかかりはね。そう。あー、長崎は、今日も。それは関係あるの？ない。ないの？よし。いいね。これで行ってみよう。はい。これで、超ゆっくりね。見えない。見えない。見える。あ、じゃあ、こう角度変えるみたいな。おっと、おっと。赤だから見えづらいんだね、きっと。あ、そういうことか。あ、でも見えるよね。大丈夫だね。はい。まずじゃあゆっくり。せーの。たーこっこ、たーこっこっこっこ。しーかっか、しーかっ、続けてください。しーかっか、しーかっかっかっか、しーかっか、しーかっか。まずは C でいいよ。C かっか、C かっかっかっか、C かっか。ハニーさんみたいに首を揺すってくださいよ。C かっか、C かっかっかっか、C。じゃあちょっと試して F 行ってみようか。はい。F かっか、F かっかっかっか、F かっか、F かっか。G7 は？ G7 かっか、G7 かっかっかっか、トンタッタッタン。Aマイナーは？おいよ。タータッカッタカッカッカッタカッ。こんな感じになります。はい。さすが、上手でございます。ね、はい、練習してるもんね。よかったです。はい。そう。で、これが一応基本なんですよ。なんで今日から、ちょっとひとまずね、この黒いところに書いたこのパターンの練習と、そしてこれ、このリズム。この二つを毎日ちょっと3分リズム練習に加えるのがいいと思いますね。うん、はい。ハンマリングとごっちゃになるって。いやいや、そう。うん。そう、ノート取った方がいいですよ、これは、うん。はい。で、ちょっとなんかカッティングで練習してるフレーズ、ちょっとなんか弾いてみてよ、何でもいいから。私だって、フリッパーズギターいいよ、フリッパーズギターだって。そうするとね、まあ、いずれはこういうことができるということで、ちょっと。それでできないでしょ、緊張して。それで言われるとできないかもしれない。そう。今みたいなのも、カッティングなんですよね。うん。あ、それで僕ね、その質問が来ると思ってました。A マイナーはやりやすい、G7 はどうする？そのコードによって、この、要は止めやすい、止めにくいっていうのが出てくるんですよ。で、これはですね、ガズも長年の研究をして、分かっていることがあってですね、答えを言いましょう、皆さん。人それぞれ全然違えの。この、それがね、面白いんですよ。まず、僕の場合ですよ。僕の場合 C は、こんな風に。C を弾いて、カッティングの時に瞬間的にここ上げてやってます。よくあるのが、C でカッティング止めるんだけど、ここの1弦の3フレット離さないと、こう残っちゃうんですね、音がね。だからここ浮かさないとダメですよ。わかる？大げさに言うと。
こんな風に僕の場合は、大げさに言うとこうやってやってます。これをもっとね、最弱の動きでやりたいわけだわ。こうやって本当にこうピコ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 動いてる。こんな風な、こんな感じですね。で、あと F はですね、これ結構簡単。F の場合、ガズはね、わかる？ちょっと倒してやるだけで、指の腹が当たるでしょ。だから F を押さえといて、見て。ほら。ちょっと緩めるだけで、こうやって指がパッと触れてるってことになるんですよ。ほら。それか、あるいは F を引いといて、薬指とか小指でパシッと当てる。ほら。これも簡単。これはだから人それぞれ正解があって、ギター弾く人でも全然違うんですよ。だから皆さん、自分のカッティングしやすい、方法を研究してください。これ一人一人正解が全然違うんです。人によっては全部小指で止めるっていう人もいますからね。C でも小指で止めるっていう人いたもん。だからそれはもうね、もう、なんていうか、自分でもう編み出すっていうか、正解はね、人の数だけあるみたいな感じ。で、ちなみに、Am は簡単だよね。Am は一番簡単、やっぱり。薬指をこうピッと当てる。だから F と Am は結構簡単だと思うね。F と Am。はい。はい。で、G7 がこれが問題。皆さん書いてるけど。二通りまず大まかに割って、G7 こうやって弾くでしょ？したら、ここの、一弦と二弦のところはただ浮かすんですよ。で、この三弦ここで押さえてるじゃないですか。薬指で。これをちょっと上に上げる。ほら。これでもいいですよ。これでもいい。もちろん、瞬間的に薬指をでもいいし、さっきもどなたか書いてたけど、親指で、これでもいいです。はい。あ、強すぎるっていうのありますね。で、これね、瞬間的に緩めるのがポイントで、で、あ、ちょっと今実験させてもらっていいですかね。Bm7 というコードがあります。2フレット全部制覇っていうコードがあるんですよ。ちょっとこれやってみてください。はい。Bm7。指1本。人差し指でバレー制覇してますよね。ちょっと見ててね。これが一番簡単。ほら。浮かすだけ。ちょっとタイミング聞いてて。うん、こんな風に、浮かすだけで音って止まるわけで、要は触れてる状態になるわけですから。これをうまく利用するといいんですよ。で、ちなみに言っとくと、ね、これもね、ほんとジレンマなんですけど、初心者の人が簡単なコードの方がカッティングするときは難しくなります。なぜなら、開放弦をいっぱい使ってるから、開放弦飛べるのは難しい。例えば、こういうコードね。皆さんがちょっと難しいなと思うコードの方が、浮かせるだけで止められるから、簡単なんですよ。よく代表的なカッティングのフレーズとしてこういうのがありますよね。これも今のカッティング。ダランダダカカカカカタンツタスタダランダダ。これもこう、さっさとこう、よく見ててここ。これ、ちょっとこうわかる？ちょっとこう浮いたりしてんのよ。こう。僕の大好きなハッピーっていう曲、ファレル・ウィリアムスのね。今これカッティングしてるわけよ。でもしなかったらどうなるの？しなかったら。うん、そういうことだよね。はい。うん、すると。うん。そういうことだよね。痛みは全然わかんない。これ全部カッティング。うん。And take a break.この今みたいに、これがもうね、リズムになるっていう、そういう面白さっていうのが、だから、これはもうね、次の次元です、皆さん。で、今みたいに弾くのは、しかもこの16ビートのノリも入るから、もう本当にエベレスト級だと思うんですけど、まずは、理屈だけ分かってもらいたい。それだけよ。で、これをやっていくといずれはそういう世界にね、たどり着けますから。はい。なんで、僕だってね、もう、これは難しかったですよ。もう、なかなか、こんな風に、弾くのはすごく難しいんですけど、本当に、これからね、誰かさんの演奏、誰かさんというか、いろんなアーティストの演奏を聞くときに、カッティングっていうのがね、本当にこんなこと言っちゃったんですけど、素人さんには分かんないレベルでいっぱい止めてんですよ、ここで左手で。で、これね、面白くて、ウクレレ、皆さんちょっと思い出してよ。ウクレレをさ、最初始めた時ってさ、まずコードを覚えられなかったでしょ。指が痛いとか F がなんでこれは僕は音が出ないんで私って G7 が抑えられないっていう話じゃないですか。そして慣れてくると、今度は何ですか？こっちでしょ？
アルペジオだとか、エイトベイトとか、右手のガズさんも言うわけよ。肘で弾いてるから疲れるよとか言って、そんなこと言ったってとか言って、今度ね、右手の話になると、コードはそんな難しく感じなくなるんですよ。で、やっとね、あ、16ビートもなんとなくできてきて気持ちよくなってきたな、って言ったら、また左手に戻んだよ。もうさ、どこまで行ってもゴールしないっていうのが、だから夢中になれるわけでございます。すぐできちゃったらもう面白くないですからね。はい。そんな風にね、楽しみでちょっと考えてくださいね。はい。じゃあちょっとさ、これをやっていこう。まず今日のところはね、これ。よし。めっちゃゆっくりやる。めちゃゆっくりやったらできる。で、今日はね、ほんと第1回目だから、ゆっくりね、しばらく同じことばっかりやるから。70にしよう。まずじゃあ、1番目ね。何回ずつ？もうずっと僕が2段目って言ったら2段目。なるほど。うん、いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ゆっくりだからね。しばらく続けましょう。ガズさんみたいにこうやってこっちまでわざわざこうやってやってテンション上げる人も結構います。すごいよね。次 F 行こうか。次 E7 は？え？ Aマイナー。F、C、C、E マイナー7、A7、C に戻りましょう。じゃあ次、悶絶レベルの2段目に行こうかな。いきますよ。せーの、3、アップですよ、今度は。はい。むかーちゃっちゃっちゃちゃちゃ。1、2、3、4。1、2、3、4。言える ?2、3、4。どうぞ。3、4、1、2、ノートレ !4。1,2,3,4,1,2 裏がわかるね、これ。F,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3 早くなってきた。いや、失ったね。せーの、3、F で、スカーツ、スカーツ、スカーツ、次 G7 行こうか。はい。ダッツッツッツッダッツッツダッツッ C に戻ります。ツッダッツッツッダッツッ1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4 次はね、3段目のね、これが一番簡単ですから、これ結構気持ちがいいですよ。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。 C から、ガーツッツッツッ。これ、ルンルンビートみたいなもん、これは ?3,4,1,2,3,4,1,2。F です。4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3。G7。次はじゃあ一番最後のこのダダダとダダダと行きましょうか。ワン、ツー、シーから。スリー、フォー、一、二、うん、三、うん、うん、一、二。これまさに裏がわかる。うん、うん、一、二、うん、三、四、あ、一、二、あ、三。次 F。一、二、三、四、一、二、三、四、C。一、二、三、四、一、二、次 D7 行こうか。半、四、一、二、
G7、2、3、4、1、2、3、4、はい、C で終わる。あー、すげえ。すげえノートルでしょ。俺もノートルだった。俺、1、2、3、4ってやると、かなり来るね。かなり来ます。あのね、これね、このね、2と4、この2と4は、裏がわかる。これ結構リズムめちゃくちゃいい勉強になるかも。ちょっと聞いててね、2をやります。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、この裏の感じ、この感じで、これ難しいから、まずね、ちょっと今ね、ガズもちょっと分かってきたぞ。この1と3をまず集中的にやったらいいよ。この1行目と3行目、これはね、結構簡単にできると思うんで、ひとまず第1ステップは、その2個目が分かるから、2番目、4番目むずいと思うけど、まずこれ最初からなかなか難しい。で、さっきも言ったけど、2番目、4番目はなんで難しいかっていうと、裏ですよ、裏。裏がやっぱり難しい。だからこの辺が分かってくるとすごくいいと思うんだけど、まず最初、まずカッティングを身につけるためには、これね、これとこれを最優先でやりましょう。これ慣れてきたらこれも加えてもらって、そして、これね、タツツタツツタツ。これこれこれ。これ。タツツタツツツツタツツタツツツ。はい。こんな風、こんな練習をちょっと積み上げていきましょう。そして、これがまず入門なんですよ。で、まあ、これから何が始まるかというと、これで、何でもかんでもみんな、踊りを踊っているよ。こんな感じでカッティングしながら8ビートみたいな感じで、乗れるってことなんですけど、今やってみたらわかるでしょ。何にも考えずにこう、カチャカチャこう止められるように、なっとかないと、ね、なんです。ちょっとさ、なんかデモ演奏してみようかな。ちょっとね、見てて。僕のね、左手、その目線で見ると面白いですよ。あ、いい曲が出てきた。オリジナルラブの接吻という曲がめちゃくちゃカッティングが多いんで、ちょっと見といてください。左手のここ見といてね。長く甘い口づけを交わす。深く果てしなくあなたを知りたい。フォーリンラブ熱く打ち付けるたびに、わかる？わかる？っていうか、いずれ、このチャカ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 こう細かく動いてるでしょ？よく椎名林檎さんなんか。自分で見てて気持ち悪いもんね。そう。まあまあ、だからこういうことをいずれ目指していきたいんですけど、最初からいきなりね、車の免許取り立ての人がね、F1 レーサーの車に乗ったってね、もうギアも入んないわけですから、しょうがないです。だから まずはここからでも始まってるわけよ。こういうのも。ちょっと今日、これ、宿題ね。はい。いや今日はみんなもう今日脳みそ痛いよ。今夜、夢に出てくれよ、夢に出てくる。浮かすのが、難しいね、意外と。そう。その、浮かすっていうのが。ちょっとこうね、浮かす。そうね。こうやって押さえるより、そう。こう、例えば F 止めるときってさ、こうやって薬指でパッと触ると楽だけど、倒すだけとかさ、うん、そう。D マイナーが本当難しい。あ、D マイナー。D マイナーはただ、倒すだけ。って言うんだけど、この時でも押さえちゃうんだよね。そう、そうね。うん。触っただけで倒すだけでしょ？そうそうそう。それがね、そうなんですよ。だからちょっとその止め方は今言ったように、もうどんな止め方でも音がピシッとこう止まればさ、まあいいわけで。だから C は結構難しいんだよ、止めるの。瞬間的に。うん。はい。そうね。で、これできるようになると、ちょっとこれができるよ。イエーイ！ここで止めてんだもん。最後。ああ、そういうこと。はい。そういうことか、一緒か。そう。そう。どうにかして、こう、タッチして、音がパッと止まる。右手で止めるんじゃなくて、左手で止める。はい。そんな感じで。いろいろと研究してください。自分の体の研究ですから、これはもう、
僕って私ってどんな止め方がいいんだろうみたいな、うんうん、Dマイナーだったら倒すだけでも止まるよって覚えておくといいですよ、うん、E7 も倒すだけで止まるんだよね、こうちょっと浮かすだけで、そういうのもあの参考にして、人によって小指で全部止める人もいるし、うん、そんな感じでございます。いやー今日も濃厚レッスンでした。いやー今日祭日なんで、ちょっと今日これからね、皆さん週末楽しんでください。じゃあこれね、最後にちょっと映しとくけども、これでちょっと今日はあのアーカイブでもまたちょっと見てもらって、またこれシリーズでやっていきますね、安心してください。はい、今日はこれで講義終わろうと思います。また汗かいたわ。あー、くるっと回転するか。あ、そうね、指打ったらそう、こういう回転もあればこういう風に、こういう回転もあればこういう回転もあると思います。はいはい、ちょっといろいろ、うん、はい、やってみてください。これがね、カッティングはね、もう本当にね、ただただね、体に落とし込んでいくしかなくて、体を動かしておいた方がいいよ、やっぱりいつもの練習のように。はい、そんな感じで今日のレッスン動画もまあすごいことになりました、予想通りに。はい、また後で何回もこの動画見てもらってね、まあ毎日ね、ちょっとずつ1ミクロンの紙を積み重ねて最後100回時点にするしかもう方法ないと思いますので、はい、楽しくやっていきましょう。それでは皆さん良い週末を。いやー、つい。じゃあねー、ありがとうございました、さよなら。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ、キャップだとか、T シャツとか、山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、あの、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。